はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ライカというね、最強のギミックが、まあ、マスターデュエルに登場いたしまして、まあ、昆虫族、植物族、爬虫類族モンスターは全部サポートを受けるという話なんですけども、今日はですね、爬虫類族最強デッキエイリアン、まあ、スラバサミゼロールですね。このゼロールとライカをきれいに組み合わせることができるんですよ。これをやっていきたい。なんと、ライカのマリコーベプラス、まあ、コストですよね。ライカのマリコーベが成立すれば、ゼロオールプラス、まあ、ダイオーガプラス、首狩り舞とかまでいけます。はい、もちろんエイリアモンスター言いつつね。なので、ね、とにかくね、展開力がやばいから、ライカっていうのはもうリンク値めっちゃ稼げるし、あと島にも爬虫類族だったら大して気にならないんで、これと、これを立てつつこれ用意できるみたいなことまでいけるわけですよ。めちゃくちゃ強い。多分ね、真面目にエイリアンとかしてるより、多分ライカぶん混ぜて回した方が絶対その冥界デッキは強いと思うんで、ちょっとぜひね、動かし方ご覧いただければと思いますんで、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。ライカ多分なんかほんと5億個ぐらいデッキできると思うんだよ、これマジで。ほんとに。このさ、なんか爬虫類、植物、昆虫って、なんかいろいろデッキあるじゃないですか。だから全部、どこに入れたって強いからさ、ライカって基本的には。まあ、昆虫族としたくだけでちょっと昆虫族縛りクソきちいっていうのなんだけど、そこだけかな。なんかあとは大体混ぜれんだよね。まあ、植物も植物だけ縛りとかあるんだけど、なんか先にライカの展開しちゃってから植物の展開に入ればいいみたいな話もあるんで、意外となんとかなります。結構でキングレムリンの効果発動したいんですけど、なんかあります？キングレムリンの効果発動したいんですけどなんかありますか？まあ、なんかあるから、なんかこれ動いてるだろうけどな、相手これ。あ、まあ、エフェクトベイラーだよね。はい。まあ、そこまでは読んでいました。遊戯ボーイ。まあ、こっからね、まあ、消火器を使ってしまったんですけど、貫通して展開できるよっていうことを見せしていきたい。ライカ、両乱、狂い咲きの効果を発動。カード名かっこよすぎ笑った。カード名かっこよすぎて笑った。で、原始生命体2ビルを、墓地に送っていく。そして、ライカのマリコーベを、ヤトの神を墓地に送りながら特殊召喚。これね、手札から一応捨てると特殊召喚ができるんで、ライカ氏族を。で、ヤハズ神切りと、ね、この後1枚手札除外しなきゃいけないんだけど、これまあ姫ジャムでいいかな。姫ジャムの目持ってきて、姫ジャムの目を除外するっていう、まあ、この、まあ、動きだよね。これ、エンドフェーズになんかドローが入ります。で、一旦ちょっとドリュアス出しに行きまして、はい。で、墓地の、ライカ種族除外して、これはね、こうして、こうで、で、ライカのヤハズカミキリさんを、デッキに戻しながら出していって、はい。で、こっからこんだけ伸びるわけですよね。結局。まあ、ライカの動画多分先に準構築の方出してると思うんで、準寄せか。準寄せ構築の方出してると思うので、そっち見ていただければいいかなと。違う、こっちはね、間違えた、これキャンセルできる。キャンセル、違う、こっちはね。ライカーの蘇生をしたいので、こことここで、こうして、こうで、はい。で、効果で、あ、これでランク4できるのか。これ、ヤトの神、あ、これ、多分完成できるよ、これ。これキングレムにもう一回出せばいいから、これ多分いけますね。ここで、まあ、もう一回レベル4特殊化する。で、ここでレベル4、2体でもう一回キングレムリン出す。あ、OK、これ貫通。キングレムリンへの無効系は余裕で貫通。で、キングレムリンの効果。まあ、ちょ、手札全部使ってくるね。手札全て使ってくけど。で、ナイヤ持ってくる。はい。あ、ちなみにこれクソ展開長いから気をつけて。あ、クソ展開長いから。気をつけて。で、一旦ですね、缶の仕出しに行きましょう。で、缶の仕出しって、よいしょ。で、神主の効果を使いまして、除外状態に置いとけばいいからね、これね、多分ね、ここと、これだと思う。これで、宿の神を除外しておいて、あとで、黎明解明で戻すっていう、まあそういうスタイルね。ほんで、一回鎖神なんか出しとくか。鎖神出しといて、鎖神さんは、なんか、相手が効果発動すると、あるいはモンスターが発動すると、
なんかそのそれ以降手札でモンスターの効果発動できないよみたいな、まあ、そんな感じの制約がつくみたいなモンスターですね。でカース特集でカースの効果発動して相手はエフトベイラーを一応墓地から蘇らせることができますよみたいな効果があって、まあ、蘇らせるか蘇らせないかはまあどうぞご自由にと。でカースの効果発動を相手は蘇らせないを選択したし、無限包容トップ引きとかあるからね、まあ、それが一応回答だったりするから。でナイアの効果で黎明開闢を持ってきて、で黎明開闢ぶち込んでいく。で黎明開闢でレベル8をリリースすることにより、まあ、レベル2個につき1個トークンが出るので、まあトークンが今4個出るということですね。さすがにこのカードぶっ壊れ、これやっぱイカれてるよなこのカード、マジでこれマジでイカれてるよこのカードで。ですね、一旦エイリアンソルジャーマイティングフレームを出しに行きます。はい、よいしょ。でさらに黎明開闢の効果を発動。黎明開闢の効果によって除外されている、爬虫類をデッキに返しながら爬虫類を墓地に送るという効果で、これで、さっき、まあ、引いてしまってもね、こうやってね、あの再利用ができるんで宿の神さんは、まあ、これ結構強いと。で宿の神さんは墓地を送られると特殊召喚ができるんで、またまあ生えてくる、除外したやつを戻して生えてくる。なんかちょっとインチキ臭いねこれ、若干インチキ臭いムーブを感じるよねはい、でリンク5出して、はい、うお、かっこいい、大王がかっこすぎる。で、リンク余ってるリンク3分でエイリアン出して惑星汚染してウイルスをサーチしていく、いけ空バサミゼロール爆弾。よし、こがぞ、よし最強しゃ最強。カードを1枚セット、カードを1枚セット、さあこれでターンを終了するぜ。なんか結構きめえ場面だったな、これは。だいぶそして2枚ドロー、よし最強、あまりに強い、あまりに最強。これはこれ理想ブームできたんじゃない。一応ゼロールと惑星汚染のコンボなんですけど、エイリアンをコストにして惑星汚染打つと、まあ、出てきたモンスター全部に A カウンターが置かれるっていう効果あって、そのモールワールドですよ。あ、効果無効ちなみにないんで、キッコ勝負とかマジで本当何の抵抗もできずに死んでいくんでやめてください。惑星汚染はエイリアンコストにして打って A カウンターが出てきたモンスター全部置かれるんだけど、 A カウンターが置かれたモンスターは主要地になって効果が届きないっていう、マジやべえ、制圧効果を持ってて、まあ、ちょっといけ、ドロバ打つわ。増重ないときはドロバぶち込めっておばあちゃんが言ってた。結構これドロバだけで死んでる説あるけど、これ相手アチチアットイグニスター来たー。イグニスターデッキなんか久しぶりに当たった気がするな。ちょっとあんま俺イグニスター触ったことなくてあんま分かんないんだけど、まあ、とりあえずエイリアンリリースして相手のモンスター全部ぶっ破します。で惑星汚染ウイルスの効果によってこれ以降出てきたモンスターに全部 A カウンターが置かれまして、で置かれているモンスターが効果無効になってるんで、実質あ無効になってるというか、まあ発動できないっていう効果なんで、はい、なんかかわいいかわいい A カウンターが置かれてるな。はい、リンクしても全然いいですけど、リンクデコーダー魂の、はい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 、まあ、ご自由にどうぞって感じですね。でバックセットしてきたら組み替え前で、あ、まあ、ないんだ、え弱っまだ俺妨害2個ぐらい残ってるが、まだ2妨害ぐらい残っているが、ちなみにライカはリソースがありえんほど残ってると言われているんですけど、これなんでかっていうと、こういうことが起きまして、これライカの両欄狂い咲きとかいうカードが載ってると、これ墓地からライカが特殊召喚できるんですね、これ。で、まあ、ライカのマリコーベさんがこれ特殊召喚されまして、でマリコーベさんの効果発動する、でマリコーベの効果発動するとなんか、また2枚ぐらいサーチできて、で1枚除外しなきゃいけないんで、まあ、除外すると、まあ、これもいらないんでこれ除外して、はい、で一旦、リンク召喚したモンスターっていうのは墓地から帰ってくることができるんですね、こうやって、はい、こんな感じで、でモンスター召喚しまして、でまた、墓地から帰ってくることができるんですよ、これ。だって終わります。要するに1回リンクしたらただ最強。これがな、この G とドロボあるとき、これがマジでむずいんだよね。これがマジでむずくて、どっちから打ったら、まあ、ドロール&ロックバード、ピュアリーはドロール&ロックバードだな、これ。さすがにさすがにピュアリーはドロール&ロックバードな気がする。これね、これ普通さ、ドロバとさ、ドロあの何増字ってさ、これさ、両方とも効果取ることないからさ、基本的にドロバが G 止めちゃうから、
まあ、多分これ泥場しといたら多分なんかやばいことは起きないと思うけどね。おそらくこっから妨害そんな簡単に作れるデッキじゃないと思うんだけど、ピュアリーはなんか止まってくれたかこれもしかして。あ、やったなんかあれなんか全然よし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 、全然弱い全然弱いけど、まあ言うて相手も手札持ってる可能性が結構あるので、まあ、それですよね問題は。一旦ちょっとマリコーベ行くしかないかな。リンクリボーだるいっすね。これ G 打たれたらどうしよっかな。まあ、ちょっと一回特殊召喚から入んなきゃいけないんで、これこっから入ってこうですね。シューディア。で、マリコーベの効果発動します。で、あ、まあそうだよね。エフェクトベラグレーはあるよね。エフェクトベラグレーはある。で、打たれた。いやー、こっからどうすっかな。あのカードなんだろう、セカード。まあ、でもセットするってことは、まあ、無限法要とか、墓穴だったら打ってるから、無限法要か、まあ、ピュアリープなんだけど、多分。あと、これチェーンがあるかなんだけど、とりあえずちょっと一回、武者ドクロ出しに行って様子見ます。で、矢はずカビキリの効果によって、マリコーベちゃんが出てくる。いや、無限法要かな、ちょっとわかんないですね。まあ、とりあえずもう G は出なさそうな気がするわ。はい。で、武者ドクロの効果発動、紙切り虫が1回特殊召喚で出てきます。よいしょ。で、難しいな。まあ、神主出しに行くか。神主出しに行きましょう。こっちだね。神主出し行って、あ、これあれだ、一回リンク挟めばよかったな。リンク挟むのも、よ、は、挟んだ方がよかったな。リンク挟んだ方がよかった。どうしようかな。まあしょうがないな。でもコストここに行くしかないか。ここで、ゾウジーと、マリコーベ、除外して、トラップ持ってきたいです。まあ無限法要か。OK です。トラップはサーチできなかった。なるほど、龍一ですね。で、相手手札はだからこれドロー込みで4枚か。エフェクトベーラーと G あればなんか結構いけそうな気するけど、まあ、とりあえず1回ちょっと武者ドクロさんを特殊召喚しまして、アタッカーを増やします。で、一旦バトルした方がダメージはでかいか。これね、鎖神もね、なんかあんまピュアリーには刺さんない気がするんだよな。手札からなんかその何モンスター効果みたいなの使わないよね、あのデッキ言うて。まあ、手札誘発あるかもしれないけど、まあ、そのぐらいだよな。まあ、2300だけ入れて、はい、でメンツ入って、でこれ多分デッキエクストデッキからモンスター特殊召喚するはずだから、あのデッキ多分これ大妖怪の方が刺さると思う。なので、もう、大妖怪ドヤ顔出して、エフェクトベーラー、増時、大妖怪で頑張るわ。よし、行こう。これでエンドですね。まあ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 。割と、相手も自分も、リソースはそんなにはないけど。さあ、どうする？多分、裏もないと思うんだよな。あったら、先に、裏打って、てから法要がめるパターンなんじゃないかと思うんだけど、どうなんだろう。ピュアリーマイフレンド、オッケー、オッケーです、了承。これで、デッキからモンスター出てきた瞬間に殺して、デリシャス、スリーピースリーピーか、デリシャススリーピースリーピー、デッキが出てくる、スリーピーメモリー打って、ここ増殖数字打つ、でここで何か打ってくるんならどうぞ。あ、オッケー、通った。オッケー、オッケー、オッケー、通った、通った、通った、でかい。通ったのはでかい。で、特殊召喚か入って、無限法要を切る。で、ピュアリー出てくる。効果起動する。考えます。いや、多分ここ爆破しちゃって、これ多分爆破しちゃって、で出てきたやつにエフェクトベーラーで止まると思うんだよな。こうして、あ、でもエフェクトベーラー打てねえのか。やべえ、ベーラー打てねえ、マジストレイ
ピュアリーストリートうぜえマジで。いやまあ G 通ってるからなんとかなっていただきたい。なんとかなんないですかね。あと意外ともうピュアリーがデッキの中にないっていう説も。ああ、あちょっと超通常使用感きた、通常使用感きた。これエフェクトベイラーあっちこれここエフェクトベイラー、まあリンクリボン使ってもいいけどそしたら弾がなくなるでしょ。これリンクリボン使ってもいいけど、でも使ったら多分こうなんかあのピュアリーのなんかそのなんだろうポケモンがいなくなるから、これ通常召喚でけえ。ストリピュアリストリートは特殊召喚しか守れない。オッケー、しょ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 し。いやでも俺もリソースねえな俺もハカーらしかねえ。ちょ、なんでもいい、なんでもいい、昆虫族とかってなんでもいいから。神、神カード、神カード来た、神カードすぎる、神カードすぎた。それはさすがに神カード。ちょっと待ってくださいね。こっから、まあ、ローファイブロッサムあれば多分ね、なんとかなる。手札1枚しかないけど、ローファ打つでしょ。で、ローファ効果でデッキから出してきますよ。で、これ多分、このチェーンはリンクリボンだと思うんだよね。相手 のチェーン映るやつね。あれ、あと1枚なんか割れてたよね。なんか、あれだったよね。なんか、ストリーピュアリーストリート、しかも、スリーピーメモリーか、デリシャスメモリーかどっちかでしょ。だからこれはちょっと待って、手札に加えるカードですね。カミキリムシと鎧トカゲにしても、墓穴これ多分いらねえから、墓穴捨てちゃってよくて、もうとにかくリンク値を伸ばす方向でいきましょう。リンク値を伸ばしていくことで一気にそのキル取れるかな。ちょっとキル取れなくても最悪まあ制圧場面にはしたいんだけど、一旦、鎧トカゲの効果を発動して除外して特殊で、さらに除外してるやつ戻して特殊、はい、増字でも何でもどっちでもいいんだけど、はい、戻して特殊 OK で一旦リンク2をしまして、これでローンファー呼び戻せるか。これまあ結構強いな、ローンファー呼び戻すでしょ。はい、でこれランク4できそうだな。ローンファー効果発動する、リリースしてデッキから植物族出してくる、でこれスポーは出してくる、オッケー。で一旦武者ドクロの効果発動して4蘇生する、これでランク4の1個のもう1個の弾がゲットできたから、ここで1回リンク算する前にここリンク位置する、はい、 OK で、スポーは効果、自分の墓地からローンファイアブロッサムゲームから除外してレベル4で特殊召喚で、レベル4のモンスター2体でオーバーレイエクシーズ召喚、よし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 、いける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 ぞ、これはいける。でキングレムリンの効果発動、ナイヤ持ってくる、でカースで、カースから黎明回復だ、来た、これはいけるぞ、これはいける。でナイヤの効果発動してぶん投げて冥界を置いて、で一旦リンクもしてんだっけ、あしてんだな、だからこれ一回これ戻しちゃいんだな、つまりでこれでドリュアス戻して特殊してで、効果発動して、まあ、自分の墓地からなんか適当に除外してもう使わないやつだこの辺でいいわ、これ除外してトラップカード持ってくる、首刈り前首刈り前首刈り前を持ってきて、ギリギリ前な、それそれギリギリ前な、ほんで一旦リンクして、はい、でもう一回戻して、リンク5出して、そっちはないこれやば、ちょ生命力えげつないでしょこれ無限に無限にモンスター出てきてけど、ちょカースもなんかやるか、カースもカースもやるわ、カースの効果とキングレムリンを使ってカース特殊で、これで、まあ、相手墓地からモンスター特殊ができるんだけど、これはまあどっちでもいいよ、してもしなくても、まあ、効果も加わってるんであんま関係ないです、ね、は
はい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 。で、カースの効果発動して、ナイヤ特集。いや、これすごくない？これ、ローファイアブロッサムプラスコストからこの場面作ってるからね。ローファイアブロッサムプラスコスト1枚っていうなんか、盤面から、まあ、墓地にリソースは溜まってたんだけど、からここまでいってるからね。これさすがに強いでしょ。やばい。マジで、やってることがあまりにも。で、一旦ちょっと盤面開けてえな。盤面開けて、これと、これでいいか。これでこうして、これで鎖紙も出しに行って、でトークンが最も無駄にならないタイミングで、ここで打って、はい。4体分あれば、エイリアンソルジャーと、惑星汚染はいけるはずだから、ね、そう、これね、空き枠がね、4個あれば、メインモンスターにあれば、エイリアンと、惑星汚染いけるんですよ。まあ、マイティフレームいいじゃないですか。ほんで、黎明解明の効果使って、まあ、除外されてるんでね、カードが。基本的に、ナイヤが。なんで、黎明解明の効果使って、ナイヤをデッキに返して、デッキからヤトの神を送る。あ、俺使ってないのかな？ヤトの神、OK。ヤトの神が墓地送られたので、効果発動して、墓地から蘇ってきて、で、リンク3分で、これね、爬虫類ね、トークンでもいいよね。素晴らしい、これで。で、こうなると。で、効果発動。まあ、これ大体積んでるでしょ。もうこれ惑星汚染突破する手段多分空いてないから。これでバトルだね。これライフ取ってるよね。ここゼロだとどうでもいいからね。まあ、一応効果発動しとく？一応効果発動しとくか。はい。で、26で殴って、29と3300。はい、対戦した。対戦、あ、よっしゃ。これがローンファイアブロッサムプラスコスト1枚からいきます。はい。さすがに神デッキ。うわ、引きたくねえカード3枚引き来た。引きたくないカード3枚引き来た。決め、マジ、こういうこと起きんだよな、やっぱり。デッキから出していきたいね、カードが多すぎましてね。超重武者。珍しいね。若うし、最近全然見なかったから、なんか、いいね。まあ、いいねって言うなら、もうボコボコにされてることは、これ。岩投手、はい。すいませんでした。すいませんでした。なんか俺の知ってる展開と違えな。ディアボランティスなんて出てこなかった。ジャンクスピーダー、えこれあれじゃん。なんだっけ、シンクロン、超重シンクロンみたいなデッキじゃん。いや、俺超重シンクロンの展開を知られないんだよ。これどうなんだ、これ。わかんねえ。一体全体何が起きるんだ。思いつどいし竜入ってるタイプか。これなんか素引きしたらなんか机ぶん殴るって言われてるやつでしょ。シューティングセイバースターかっこよ。シューティングセイバースターかっこよ。レボリューションシンクロンの効果、はい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 。特殊召喚ね。ちょっと盤面の圧力やばないか、これ。いかれてるだろ、これ。普通に赤き竜グルルルル。インチキ効果も大概にしろ。インチキ効果もいい加減にしやがれ。クソと、これ、おい、もしかして俺まだペンデラム召喚されんのか、これ。やばいぞ。なんかわかんねえけど、俺もあいつまだペンデラム召喚してねえよな。ちょ、ガチでやばいことしてる。これ、ちょ、何これ、何が起きんの、俺。うわ、出た、シューティングセイバースター2体目。シューティングセイバースターはなんかあれだよな。相手が効果発動したときに、エンドフェーズまで除外して無効にするみたいな。ああ、はいはいはい。それね。これもしかしておかわり、おかわり赤き竜来る。やっべ。やっば、やっば、マジやばい、これは。ちょっとね、これ何、相手のターンでもう一回シューティングセイバースターとか飛んできたりしないよね。やばいって。インチキ召喚じゃん、ほぼほぼインチキ召喚だもん、これ。ナイヤはちょっと強いな。赤き竜効果発動、対象は、おい、これやばいって。え、これもしかしてシューティングセイバー、トリプルシューティングセイバースターってこと。やばすぎ。やばすぎ。え、セイバーミラージュ、何これ。シューティングセイバースター3体やばいって。これ何これ。え、シューティングセイバースター、シューティングカードを全然ピント考える場合、一つ選択できると。
クローン最低なんて。あー、シューティングセーバースター持ってくるのこれ。シューティングセーバースターの効果使ったらシューティングセーバースター持ってくるってことこれ。で、自分の持ちにこれアサートシンクいるの。これもしかしてさ、シューティングセーバースタードラゴン5連打ぐらいされたこれ。でも一発使われて、ほんでこれさ、まあ、除外して活動なんで、このシューティングセーバースターがさ、でこれ無効にされるじゃないですか。でこれ多分これセーバーミラージとかアサルトシンクロの効果によってこれもう返ってくるでしょ。やばっ、やってること。でモンスターで特殊召喚する、でシューティングセーバースターが返ってくる。いや普通イカれてるだろこれ。イカれとるやろ、無理やろ、誰が勝てんねんこれマジで。シューティングセーバースター5連打されて勝てるやついる？